皆さんこんにちは、大瀬です。4月の8日と9日に行われました B リーグ第30節琉球ゴールデンキングス対京都ハンナリーズ、結果としましては前節のプレーを払拭した琉球らしいオフェンスディフェンスを披露しまして、見事このホーム連勝を飾ることができました。これで今シーズンも京都には全勝という形になりました。またこの琉球対京都の感想をゲームごとに述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の琉球対京都なんですけども、勝敗自体は琉球が勝利したものの、京都の底力、オフェンス能力も素晴らしく、琉球がもしかしたら雰囲気飲まれていたかもしれないんですけども、琉球とて負けられない理由がございましたので、琉球ゴールデンキングスらしいオフェンスディフェンスを披露できて、復活の第一歩を遂げたのかなと思いました。まずゲーム1では琉球なんといってもスリーポイントの成功が良かったです。第1クォーターからスリーポイント積極的に打ちまして、5連続で決める場面もございました。やっぱりスリーポイントと言いましたら大阪エベッサ戦で前半不発に終わってしまいまして、その差が響いて大阪エベッサに惜敗をしてしまった悔しいところでありましたので、この京都戦ではこのゲーム1、3を積極的に打ちましてポテンシャルを発揮できた場面だったと思います。一方の京都は、ゲーム1ではこの琉球のディフェンスの隙間を見つけては、カットインドライブしてからインサイドペネトレートアタックが積極的に目立っていまして、その立役者となっていたのがシェック・ディアロ選手とマシュー・ライト選手。特にこのマシュー・ライト選手、ゲーム2の時でも言うんですけども、マシュー・ライト選手のアシストと、得点能力、この2つが非常に素晴らしい限りでございましたし、琉球ゴールデンキングスが追い詰められるという場面もございました。このマシュー・ライト選手のやっぱ視野広いオフェンス能力で、このシェック・ディアロ選手に対しての合わせが素晴らしく、シェック・ディアロ選手が簡単にシュートを入れる場面がございまして、これ第1クォーターでは、琉球が3を入れたんですけども、京都としては合わせを中心にこの得点を重ねていきまして、琉球が点を離すにもなかなか離せない状況を、このマシュー・ライト選手とシェック・ディアロ選手が作っていたと思います。そして京都と言いましたら、このスリーポイントも魅力なチームでございまして、そのスリーポイントでスタメンの小澤選手、そしてキャプテンのジェロード・ユト選手、やっぱこの2人の選手のスリーポイントの怖いところでございまして、特にこのユトフ選手がディフェンスついていてもスリーを入れるオフェンス能力っていうのが、このゲーム1、ゲーム2でも目立っていたところであります。このユトフ選手も止めれるかどうかというのも、琉球勝利にもかかっていましたので、ゲーム1ではユトフ選手の得点を1桁台に抑えて、平均得点以下に抑えれたところは、これ琉球のディフェンス、成果の賜物だと思います。そして2クォーターの得点だけでいったら京都が勝ったんですけども、ここで京都、リバウンドでこのシェック・ディアロ選手中心に、立て続けに取るところもあっての、セカンドプッシュもこうオフェンスリバウンド取られて、でここで小西選手が活躍するという場面、久保田選手がこのゲーム1では途中でベンチに下がりまして、そこから久保田選手が出ることはなかったんですけども、その後を引き継いでこの小西選手がこの出場したというところが、京都としては一つ大きなところでございました。この小西選手、先に出てた久保田選手のガード能力があるからこそ、このマシュー・ライト選手の得点につなげる場面もあれば、またアシストで京都の得点を量産するという場面、ここが琉球苦しめられた場面でございまして、このマシュー・ライト選手の活躍が3クォーターではもう顕著に現れていたと思います。マシュー・ライト選手と小野寺選手がマッチアップしついていたんですけども、京都としてはマシュー・ライト選手にボールを集めてアイソレーションの形を作っていたと思います。このマシュー・ライト選手が勝っているというポイントをついて、琉球のディフェンスを崩していって、マシュー・ライト選手が得点に絡んでいったというところが、京都としては有効打であり、琉球としては少ししんどいところ我慢の時間帯になったのかなと思います。それでもこのゲームはマシュー・ライト選手のところにカール珠代選手のアジア特別枠対決が見れたり、または今回のこのゲーム1途中で今村選手がついたりして、マシュー・ライト選手に対策を行っていましたので、小野寺選手がちょっと勝負に負けてしまったところは一つ悔しいんですけども、その後に京都のオフェンスを一つ食い止めたところであります。でリバウンドでいったらクーリー選手が復活して、かつ得点も徐々に決めていきまして、かつ今回クーリー選手がフリースローを打つ場面が多かったっていうのもこれまたいいところであります。そしてこのゲーム1で最後勝利につながったところが、このインサイド陣のそれぞれ得意なプレーが輝いたところであります。クーリー選手はリバウンドからのファウルドローンを得てフリースローを打つ場面、クーリー選手に至っては今回9本のフリースローを打つ場面がありまして、8本成功で琉球の得点を後押しで、ダンカン選手がスリーポイントを中心に立て続けに決めてくれまして、18得点。そして極めつけでいったらダーラム選手のバスケットカウント、これが第4クォーター京都に追いつかれそうになった時に琉球がどのデザインプレーを選ぶかという場面で今回選ばれたのがダーラム選手のカットイン。ここ今村選手のタフショットだったり岸本選手のスリーポイントという選択肢もあったんですけども、今回ダーラム選手の得意なプレーでございますドライブからのレイアップシュート、これが見事パスカンになりまして、琉球としては求めていた展開になったと思います。そしてリバウンドもチームで取りまして、ここで京都はもうボール取られてしまったので牧選手にファウル行かざるを得なくなりまして、牧選手がきっちり決めて京都がタイムアウトを取ってスタートしたかったんですけども、ここ琉球チームディフェンスで京都にパスを出させなかったので、京都がまたターンオーバーして、でクーリー選手がフリースローで締めて、このゲームは勝利という形になりました。ここぞというディフェンスで京都がデザインプレーを行おうとしたんですけども、それすらもさせなかった琉球ゴールデンキングスの激しいハードワークディフェンス、これが琉球本来の持ち味でありますし、琉球やはりディフェンスが輝いてこそオフェンスにリズムが生まれてから力が湧いてくるという次第でございます。そしてゲーム2ではより一層琉球のハードワークディフェンスが輝いておりまして、ターンオーバーの数も少なく、で琉球がここでオフェンス積極的にアタックする場面がこのゲーム2の方がより顕著に見られました。でゲーム2負けられない状況となりましたので、京都としてはユトフ選手とシューライト選手がさらに牙を向いて、琉球ゴールデンキングスに襲いかかる形となりました。琉球としては、珍しく先制点を決めることになりまして、琉球がその先制点を機に、オフェンスがうまく躍動し始めまして、さっき前にも言ったんですけども、琉球ディフェンスが成功してリズムを生むので、そこでオフェンスがまたいいリズムになって、オフェンスもさらに活気が生まれてくる。でこの京都としてはターンオーバー少し多く出してしまったので、琉球オフェンス攻めることになりまして、琉球としてはこのゲーム2の方がより一層活躍した場面になりました。またこのゲーム2ではカール珠代選手、渡辺ヒュー選手が出場時間を多く獲得していまして、渡辺ヒュー選手がオフェンスリバウンドからのセカンドプッシュしかり、カール珠代選手がクーリー選手のクリアアウトを利用してこのドライブに行く姿というのも今回見れまして、カール珠代選手、渡辺ヒュー選手が経験値を積み上げる、絶好の機会になったとも思いますし、またこのユトフ選手のスリーポイントというのがこのゲーム1以上にさらに鋭さ増していまして、ここ琉球少し得られたポイント、そしてマシュー・ライト選手に至ってはアシストで2桁達成するという、オフェンス能力を見せつけられたので、この場面限定的に言いましたらユトフ選手のスリー、マシュー・ライト選手のアシスト、ここは京都が勝っていたところだったと思います。琉球としてはこのシェック・ディアロ選手に、結果的には2ファールなんですけども、1クォーターで2ファール重ねることになりまして、シェック・ディアロ選手が少しファールトラブルで下がらざるを得ないというのは、京都がオフェンスのリズムを組み立てるのに少し時間がかかったところ、またこのシェック・ディアロ選手、強いフィジカルのみならず長いこのロングスパン、手を使ってブロックするシーンが目立っていまして、シェック・ディアロ選手、ユトフ選手の強力なブロックに琉球が叩かれる場面もあったんですけども、第1クォーターでもこのシェック・ディアロ選手が下がらざるを得ない状況を作れたので、これ琉球としてはオフェンスでよりアドバンテージを取れたのかなと思いました。でクーリー選手がリバウンドを取る一方、ダーラム選手が強いフィジカル、身長差があっても負けないインサイドアタックを繰り広げまして、そしてゲーム2では岸本選手のディープスリー、岸本選手がこの第1クォーター第2クォーターで13得点獲得しまして、これまた岸本選手が復活ののろしを上げた試合だったのかなと思います。この試合でも今村選手はコンスタントに2桁得点を達成しまして、このゲーム2では琉球ゴールデンキングスの選手の皆さんがそれぞれ時間を分け合ってプレーできたというところが一つこれ成果だと思います。そしてこのゲーム2第4クォーター残り24秒を切ったところでユース特別枠の須藤選手が登場することになります。この24秒で何が残せるかと言いましたら、須藤選手はきっちりアシストを残してこの試合を過ごしたところでございます。琉球がリバウンドを取ってすぐさま須藤選手にボールを渡して、須藤選手が一気にドライブで駆け抜けまして、レイアップに行かせると思いきや青木選手と久保田選手を飛ばして渡辺飛勇選手にアシストを行った。琉球がきっちり勝利しまして、これで琉球がホームで連勝を飾ることになりました。で最後のインタビューでもこれ須藤選手どんだけも人格ができてるんだという、もうコメントを並べてくれまして、素晴らしいところでございます。この試合が、須藤選手最後の活動の試合になったんですけども、最後の最後できっちり結果を残しまして、ファンブースターを大いに盛り上げた貴重なプレーになったと思います。これからも須藤選手、そして特別指定選手の平選手が一段と成長して再び琉球ゴールデンキングスに帰ってほしいところであります。これで琉球は2連勝しまして、一方の島根がこれアウェー1つ負けてくれまして、理想で言ったら2つ負けてくれればよかったんですけども、島根が1敗しまして琉球が少し近づきました。そしてアルバルク東京がこれ1敗しましたので、琉球とアルバルク東京の勝率が琉球今現時点で上回っていますので、ホーム圏をキープできているという状況でございます。そしてこの水曜日から再びアウェーの遠征が続くんですけども、まずその第1試合目が西地区頂上対決になります島根スサノーマジックとの対戦になります。この試合では琉球負けてはいけない試合になりますし、かつ島根がこれも有利な状況で戦うことになりますので、琉球が果たしてこの島根に有利な状況でどう戦うか、また琉球が勝利したら島根に一歩近づきます。しかしこれ琉球が負けてしまった場合、島根の優勝に大きく近づくことになりますので、琉球ゴールデンキングスがさまざまな条件下の下でどう戦ってどう勝利するか、次回見どころ紹介していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。